来名活は頑張る人の未来を応援し夢の手助けをする番組です。これぐらいの武器を持ってて羽があってキュンって飛べたらめっちゃ可愛いと思う。なるほどネタはだからいっぱいありそうな気がします。周りにあのそういうプロデューサーの方がいらっしゃるってことはそういうの作れる人もいらっしゃるわけですもんね。それだとイラストを描ける人は、はい、はい、もういいじゃないですか。いいですね、できそうですね、はい、あとだけどストーリー描ける人はいないんだよね。そうですね、いるます、いますね、います。一人お ここに本人に何も話をしていないのに、ゲストにすら呼んでない、うん、ちょっとね最近の若手の人たちとかにね、うん、一緒にやってもらえればいい感じでできそうですよね、うんうん、終始終始と終始低いですね。声張っていきましょう。すいません、ここいつか吐きそうでやめて。フルパワーはフルパワーをやめます。フルパワーじゃあはい、何ですか何ですか急にそろそろ締めますか。いやいやいや、まだ全然よくいっぱい喋ってくださいよ。鳥高的には、鳥高的にはその言い方まあでもファンの方々にいろいろと、うん、まあちょっと聞いてみて、うん、まあ、3年間のいろいろ活動されてる実績も終わりなので、うん、ね、こんな方がいいのかあんな風がいいのか、うん、まあ多分皆さんもいろいろ思われてるから、うん、そういったことをちょこちょこ聞きながらでラノベを一回作ると、うん、そこからまた派生していろいろと考えながら、うん、東京でイベントをねそれで同時に、ね、やってもらえると思いますので、ぜひぜひ、はい、ラノベができた時には多分衣装もできたり、うん、もしかしたら、うん、次元を超えてくる人たちもいるかもしれないし、次元超えにはお金がありますからね。次元超えにはお金いるんですね。そうですよ、うん、次元超えのはただじゃないか、ね、そこは運賃が発生しますからね、うん、なるほど、はい、まあ、そういったことも含めてのプロジェクトということで、はい、これをまとめてください、はい、沼田さん。いや沼田さん、まとめる前に一言いいですか。はい、はい、いやもうね 2.2 次元の人、うんうん、よかった、はい、今日二次元の人で良かったです今日。なんでですか。二次元の人はあの全然ブレないから、うん、二次元じゃないですか、ブレないから私がいくら沈んでても、うん、同じテンションでいてくれるから、うん、すごいありがたい。これがもし三次元だったら谷岡さん大丈夫ですかみたいな感じになってるし、なるほど、で私が後で小平さんに怒られるそう、はい、っていうことになりかねないかったんで、今日は本当に二次元の方でほっとよかった。 2.9 次元までは人間は照れがなく、うん、で心配もない、そうですね、で心配もしないでブレない、うん、ブレない、なるほど、素晴らしい。人間からブレ始める、ブレ始める、人間だから。なるほど、人間だから、まあ、個性かもしれないですけどね、個性かも、個性かも、いやいやいや、そういな子もいるかもしれない。あ、そう、次元にも、うちがこんなんだだけかもしれない。なるほど、そうそう、それも見てみたいですよね、逆に。じゃあ違う 2.9 次元見てみたいですね。じゃあ沼田さんどうぞまとめてください。はいじゃあ鴨川誠、異次元ではかもしれないラノベ制作プロジェクト、はい、はい、いかがでしょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鴨川誠の相談は解決、プロジェクト達成なるか。この人が、まあ、言ってしまえば本当に YouTuber ではないですけど、うん、バイク乗りからすると知らない人いないんで、うん、あとまあ教習とかで、はい、うん、二輪の教習で詰まってる人とかの質問を元にあのそれをこうインチキにクリアする方法とかがあるんですよ。どういうことですか。インチキでクリアでどういうことですか。例えばあのここまでは減点だけどここから先は落ちるっていうのの減点ギリギリのところを使って、うん、あの教官と逆のことをやらすみたいな、はい、パイロンをこうやって超えるやつがあるんですけど、必ず8秒以内でとかすごい怒られるんです、教習中は、はいはい、で教官がこうなんか陣地を超えたテクニックでこんなことやってこうやるんだって言うんですけど、はい、そんなできるわけないですよ普通、はいはい、でもあれ8秒じゃなくて、うん、あの100点満点のうちの例えば80点まで余裕があるとしたら、はいはい、1秒超過したら5点減点ということで4秒あるわけじゃないですか。なるほど。ってことは他で完璧取ればお前そこで12秒使えるんだ。なるほど、なるほど。だから試験の時と教習の時ってやっぱやること違うんで、教習の時はこうじゃなきゃいけないっていうのを教官が言うけど、うん、実は試験の中ではいやそこまでやんなくても全然いいからっていうのが、でもこのなぜっていう答えに対して分かんないんですけど、はい、楽しいっていう以外の答えってやっぱあるもんなんですか。ありますね。あるでしょう、はい、なんかさっきの二宮さんがなぜ起用したかって話にもつながるんですけど、うん、なんで乗るんですかっていうのはやっぱり聞いていくとそれぞれ違うんですね。乗った原因とかきっかけが全部きっかけとか、そうですよね、そうだからその人は本当に単純に移動手段として使っているだけって方もいらっしゃるし、そうですね、うん、
そこの、まあ、車より利便性がいいからって人もいるし、いろいろなんかドラマがあるんですよね。で、まあ、有明さんもいろいろね、今聞いて、はい、あの何人ぐらい聞いたんだっけ今。今250ぐらい。すごい。で250聞いて、はい、同じ答えってどれぐらい？いや、ないに近いですけど、やっぱあったとしても、やっぱ答え、何、同じ言葉でもやっぱ意味が違ったりとか、あ、この人前聞いた、好きだから楽しいから風浴びるのが好きとか、そういうのの一言でもやっぱそれなりにその人一人一人違うものなんだなっていうのがやっぱ聞いてて感じ取れて、あ、同じ言葉でも違う意味なのかなっていうのが感じられて面白いですね。風を感じてシュビルバー、いい現実な時間を過ごせるんですね、バイクとかって。だからストレス解消にもなったりするし、バイクに限らず乗り物全般だとなれば、なんか話題も広がるし、ただいっぱいありすぎて困っちゃうところはあります。確かに、それをね、ムックに本にするっていうのは、でも大体逆に言うとそういうふうに種類で切りすぎてるかもしれないですよね、みんな実は趣味に似てるんじゃないですか。まあ、言ってはないけど、だってどっちもすると思うんですよ ね、 そうですよね。あれは嫌いっていうのはないと思うんですよね、だから雑誌の中でも細かく割りすぎちゃってて、なるほど、もうちょっとザクッと、なるほどなるほど、乗り物大好きみたいな小学校の本みたいな感じでいいぐらい、 そうそうそうあれぐらい入り込みやすい、いろんなの紹介してくれて、自分に合ったの、例えば、そうですよ ね、 ね、うん、昔は結構子 子供用のものっていうのはもう本当ざっくりしてて、そこから選ぶんですよね、乗り物だと消防車とか救急車とかやっぱ出てくるんで、いや、やっぱパトカーだなとかね、ムック本っていわゆるなんかついてくるっていうことですか、なんかどうですか、本だけじゃなくていろいろ絵もあって、なんかついてきてもいいかもしれないですけどね、写真、写真はもう写真ですよね、写真とかもシャワーシーみたいな、それだったら別になんかあのなんかでバーコードリーダーとかで、それ秘密の写真が出てくる、 QR コードをタッチしたら動画が見えてこう書き上げさせて一回しか再生できないよ、ね、なるほど、いやでもそれだとねつまらないから、なんかこう、ゴーカートの乗るコツとかゴーカートのあるあるみたいな、なんか、なんかあるあるを知りたいね、実はどうやってカメラを持ってってレースクイーンの人を撮るときに気をつけるポイントとか知りたいな。そこかい。じゃあなんか、いや、なんか初めてできないじゃないですか、みんな。確かにそうです、ね、あ、あと絶対これは NG だよとか、1メートル以内に近づいちゃいけないとか、触ってはいけないとか、そういう基礎的なレース場を楽しもうみたいなのが、レース場って行かないですね。行ってみたいんですけど、そうですね、何が楽しいのかよくそうわかんない、まあ、例えば競馬とかね、掛け事だとやっぱりこうなんかちょっと向きになる、ね、最終的にけど、なんかそうですよね、ここを見てみようみたいな欲しいですよね。そうだ、知ってる人が運転してるとかだったら応援しに行こうってなると思うんですけど、知らない人だったら別にただ車が何台か走ってるようにしか見えないじゃないですか。それはバックボーンを知ればなんか僕なんかも見たいかも、ね、この選手のストーリーとか、いやこういう思いがあって怪我をしてここで今復帰した、こう最初のタイプ戦いだからみたいなところなんかあれば、あ、感情移入、僕なんかも多分しやすい。でも最近それがある、そういうのがやっぱり大事って言われてるので、映画にもスピンオフのドラマがあるわけじゃないですか。最初にドラマから入らせて、あ、これちょっと見てみようかなと思わせるみたいなね。なんか もっと僕初心者なんで、何時ぐらいに行けばいいのか、あ、私も分かんないです、どこでやるのか、どの辺の席に座ればいい、あと有料なのかも分かんないです、あ、とかですか、確かにサーキットってどこにある、都内で、都内から鈴鹿サーキット、鈴鹿もありますね、近いのは富士スピードウェイ、あ、そっか、サーキットの楽しみ方って基本例えばビール買って飲んでみたいな、そういう野球場とかと近いですか、ね、結構でもそうですね、飲み物も飲食もブース出てたり、そっちに行く方が俺いいわ、それもなんかそのバイクからバイク乗ろうぜだとなんかちょっとハードルが、それもなんかバイクの楽しみ方みたいなところを、なんかその本でもそうなんですけど、そのイベントとかそのレースとかで、いやほらなんかかっこよくないみたいなことだったりとか、なんかここにいるだけで楽しくないみたいなものの方が僕は嬉しい、そのやりたいですね。でも日本だと参加型よりも見学する方が人多いですよ、やっぱり。要は例えばですけど、カラオケ大会に出場する人よりもそれを見る人の方が多いですよ。なるほど、だからいいじゃん、だから見る方がいいんですよ、ね、そっちの方が、ね、だって見たことないからさ、行きたくない、行きたいですよね、お酒飲んで、そうそうそう、なんかちょっと呼んでみて、ちょっとね、私的にはちょっとあの花さんツアーで一回行って、ちょっとリコさんツアーもちょっと どういうなんか面白くないですか、ネタだって違うみたいな紹介とか、だからそうだろうね、ここら辺が面白いんであって紹介するポイントも違うだろうしね、それは
そうそう、あとその選手がまたイケメンだったりとかもするわけでしょ、海外の。そうですよね、ね、そういうファンになる人たちもいっぱいいらっしゃるだろうから、ね、やっぱ女性で来てる人はドライバーがイケメンで好きみたいな感じも多いんですか。ドライバーさんだったり車だったり女の子っていうのも多いですね。レースクイーンを写真撮りに来る、かわいいかわいいで撮りに来てくる、まあ、いわゆるあの鉄道で撮り鉄っていう、そんな感じです、ね、そうか、いろんな人がいるんですよ、ね、うん、目的がみんな違いますよね、うん、そうですね。レース見るのもレースクイーン見るのも楽しいっす。シート引いて切腹ってやったんですよ、はい、その時にもうお客さんが案の定引いた。無敵だよね。そんなどういう層に向けるといいんですかね。女性向けなんですかね、男性向け、うん、まあ、男性は結構年齢層高めですよね、ホラー好きは。でも最近だと女の子の、まあ、ファンもソラー好きもすごい増えてるんで、逆に男性が出てそれを女性が見に来るっていうのでも、まあ、うん、なるほどなるほど、まあ、そこに若干の BL 要素とかあ私はちょっとありがたいとか、ね、BL 要素だって男の人しか壇上立ってなくて大丈夫とか、助け合ってるのだけでも勝手に脳内でカップリングして、あ、なかなかすごいなと思って、なんかそこはちょっと魂を売りつつね、あ、そこはそのエンターテインメント要素を入れてちょっとキャっていう、でも何にもしなくても男同士が助け合ってるシーンには十分なんか癒されますよ。へえ。海猿とか見てましたもん。あ、それあれも BL なんですか。いや BL じゃないけど、私はなんかすごいそういうの好きな人からすると全部うわ筋肉だ筋肉がみたいになっちゃいますよね。背中合わせ燃えとかね。うわすごいです。今ちょっと触ったなって感じよね。すごい。女いらないよ。ちょっとホラーの中にそういう要素入ってたら。こういいんですかね、うん、俺のもうそうですね、まあ、例えばなんかもうゾンビにね、はい、例えばなりそうな男の人を助けるために抱きしめてとか、はい、いうシーンでもな、別に BL じゃなくってもなんか、あ、それが超イケメン同士とかやってたら最高じゃないですか。なので助け合ってね、なるほど、なんかもう出てくる蝶とかこうやって出てくる蝶抑えながらね食べてあげるとか、もう決まる、またトラウマじゃん、もうそれ。でもでもね、ハマりすぎるとそれはね本当すごい人の蝶を食うとかもこれ放送できんよこれすげえ気持ち悪い。でもあの蝶は NG でしょ、臭いから。そうですね、映画じゃないけど、うん、春日さんが監督みたいな感じで、うんうん、まあこう脚本系、そうですよね、でキャストはこの人ですみたいな、うん、でこの人たちがちょっと人気がある人たちに、まあ、相談してみて、でこの人たちのファンがその見たいっつってこう支援してくれてとかだったら、なんかそんなにお金映画ほどかかんなくていけそう。あ、なるほど。え、朗読劇なんですかそれって。ですよね、場所代と、うん、その制作代と、でも先に本じゃなくって、うん、もうそれはその原作が知られてない状況からの舞台になるってことですか、うんうん、舞台とかその労働経験すると、ね、権利全部もらえるじゃないですか。なるほど。それをさらに私もいつも朗読してるんですけどね。